長州市上期中学は中華人民共和国関東省長州市にある中学校である。1965年に設立され、その前身は開放路第一小学である。長州市一級学校であり、長州市内で規模が最も大きい知名度が一番高い中学校である。現在は本部キャンパスと実験キャンパスがあり、実験キャンパスの正式名称は、 長州市場期実験中学である。1965年、長州市場期中学が設立され、当時は開放路第一小学と呼ばれる。成立間もない1966年に文化大革命が勃発し、同校は中止を余儀なくされた。文化大革命の後に再建され、1980年代に中学校の長州市場期中学に改編された。 1996年1月、長州市場基中学は、小場宿内発の小場宿一級学校に指定された。1999年1月、長州市教育局に、長州市学校文化環境建設先進単位に評された。2003年7月から、片英霊が、長州市場基中学校長、投資部初期を務めてきた。2004年2月、 長州市教育局に、長州市中学教育有料品質学校に評され、同年7月に、長州市一級学校の称号を与えられた。現在は、長州市一級学校のうち、二つだけの中学校の一つである。2008年3月7日、長州市上期中学は、長州市エレベーターエンジニアリング有限講師と共同に、上はじめ実験中学を創設した。 その年の秋に、上はじめ実験中学は正式に開校し、上はじめ中学校の敷地面積は約2万平方メートルに拡大した。2015年、長州市場基実験中学、金山実験学校、高級実験学校、城南実験中学は入学試験制度を廃止、学生を導入した。長州市場基中学の敷地面積は2万平方メートルである。 在学生は2198人がいる。33クラスがあり、教職員146人のうち、20人の高級教師と60人の一級教師がいる。13の教科を設置している、政治、国語、数学、英語、物理、科学、歴史、地理、生物、スポーツ、音楽、美術、コンピュータ。教員は、北京語、長州語と英語で授業を行う。 一授業の時間を45分としている。学校施設について、教室棟グラウンド、国旗形容台特育壁などがあり、教室棟に、コンピュータ室、物理実験室、科学実験室、生物実験室、視聴覚室や会議室などもある。また、実験キャンパスには、寮と多機能ホールなども設置される。芸術祭と運動会を2年ごとに、ラジオ体操、 バスケットボール、卓球などの大会、合唱コンクールを年に一度に開催される。文学部、放送部なども設置される。キャンパス内新聞、邦画も毎学期に一期が発行されている。ありがとうございます。